実際にどういった企業からオファーが来るのか。じゃあオファー来る人になりたいのやつを考えるとね、はい、どうやったらなれますか。とにかくプロフィール埋める、大事ですね。どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということでですね、今回はオファーボックスさんとのタイアップ企画なんですけども、23卒のしゅんダイアリーメンバーに、まあ、合格者体験談および逆求人就活って実際いいのか悪いのかっていうところと、あとはやるとしたらどうやって活用すればいいのかっていうところをテーマに、今日は動画を撮ろうと思います。よろしくお願いします。ということで、今絶賛就活しているくにちょくちゃんと、あとは実際に23卒で就活を終えられた2人に来ていただきました。よろしくお願いします。どうも、専修大学4年の星です。はい、一橋大学4年の大塚紀穂です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、ゆいちゃんは今就活の状況どんな感じですか。今は秋冬インターンに向けて ES を書いてるって感じですね。結構サマーインターンも頑張ってたよね。そうですね、頑張りました。何社ぐらい行ったんですか。最終的に行ったのは5、6社くらいかなって感じです。しかも結構なんか大手のところ行ってたよね。そうですね、はい。どうやって行きたい企業とか見つけてるの。私はなんかもう知ってる企業ばっかですね、はいはいはい、有名じゃない企業とか、あんま聞かない企業には出してないですね。おお、それは何でですか。私はミハーだからミハーね。ミハーだから大手ばっか見ちゃいます。2人は去年の今頃どういう就活をしてたかっていうところと、あとなんか逆求人就活ってそもそもやってたかどうかっていうところと、やってたとしたらどう活用してたかっていうところをお聞きできたらなと思ってます。僕本格的に始めたのは結局3月からなんですけど、うん、なんか地味にこの時期なんかちょっと一回暇になったのでちょっとやってみようかなと思ってやったのが、僕エージェントよく分からない、めっちゃ登録10社ぐらい多分僕登録してエージェントとりあえず、めっちゃ連絡くるくないでも分かんなかったんで、何してる、とりあえずコードあるのみじゃないですか。まずコードあるのみなので素晴らしいね。でとりあえずエージェントブワーって登録してめっちゃ来て良くないなと思ったところは全部やめるっていうのと、あ、多分そのタイミングでなんかそれこそオファーボックスさんとか広告出してるのか分かんないんですけど、めっちゃ目につくんですよ。で登録した方がいいんだと思って登録して使ってたっていうのがあります。へえ。ちなみにどれぐらい来るものなんか。どんどん埋めていくとなんかオファーが来るっていう形になって、 80% ぐらい埋めると来るって書いてあって、うん、最終的には多分50件とかだったと思うんですけど、うん、びっくりしたのは普通に例えばなんか今まで関係者ととかから来るんですよね。まあ、すごい簡単な例出すと、例えばじゃあ塾とか来たりとかするじゃないですか。そういう時に、あ、こういうところも社員、なんか社員雇うっていう概念が、そう、概念がなかったんですよ。で、そこで、あ、こういうのもあるんだってめっちゃ思ってました。なるほどね。ちなみに、あ、これバラマツが前言ってたんだけど、その自分にカスタマイズされたオファーが来たら嬉しいっていう、なんか自己肯定感上がるっていう話をしてたんだけど、それ受けたかっていうところと、受けた時どう思ったかって聞いてもいいですか。私も逆求人割と入れてて、うん、オファーボックスさんも使ってたんですけど、うん、そのプロフィール読んでどこどこの何々に惹かれてオファーを送らせていただきましたみたいに具体的に書いてるところも割とあって、はい、そういうのはなんか自分の行きたい業界とか会社に関係なく嬉しかったですね、うん、あ、確かにね。それこそ使ってみたら分かるんですけど、他の逆求人に比べると自分のプロフィールのこと書いてある割合めっちゃ多いなって感じると思いますね。なるほどね。ちなみにゆいちゃんはまだ逆求人のサービスとかは使ったことないですか。とアプリは入ってはいるんですけど、うん、使ってはないですね。あ、結構本腰入れないとプロフィール入力しようってしにくいよね、うん、はい、なんか結構意外と項目あるじゃないですか、うん、途中でめんどくさくなっちゃって、うん、もういいやってなっちゃいました。確かにね。そうならなかったの2人は。まあ、基本的になんか自己 PR とか学知化とかいくつかあるんですけど、なんか他のエントリーシートで基本テンプレート使うじゃないですか、自己 PR とかって、うん、ああいうのをそのまま直接コピペして入れるだけなんで基本的には、うん、コピペしてもいいんだ。コピペして大丈夫、コピペでいいっていうのは逆求人のめっちゃいいとこだなと思ってます。ちなみにキーさんは去年の今頃ってどんなことしてましたか。私はまだ業界絞れてなかったので、割とインターンとかそれに付随して座談会とか OB 訪問とか行ってた時期ですね。へー。ちなみにサマーインターン何社ぐらい参加しましたか。20ぐらい。多いね。それこそ業界絞れてなかったので、はい、いろんなところ行こうって思ってで、うん、ワンで短めのをいっぱい出しました。なるほどね。じゃあその逆求人はどのタイミングで使ってたの。割とこの時期入れてたかもなって思ってて、うん、なんか企業を探すっていうか結構私精神安定剤を求めてたので、周りの人が外資
とかあのコンサルの人が次最終面接なんだよねとか話すようになって、やばいなとか思ってプロフィール書いたら来るじゃないですか、うん、それでちょっと自己肯定感上がって、うん、満足するみたいな精神安定剤として結構使ってました、そういう使い方もあるなんだねということで、今ざっくり2人から去年の今頃何してたかっていうところと逆求人サービスどういう風に使ってたかっていう話を聞いたんですけど、でも実際わからないこととかぶっちゃけなんかめっちゃ高学歴の人しかオファー来ないんじゃないかとか、企業を送る側ももうマジ適当に送ってるんじゃないかって普通に思ったりするんですよね。なので実際にオファーボックスを運営されている方に来ていただいてぶっちゃけどうなのかっていうところをちょっと旬な視点で聞いていけたらなと思ってます。じゃあオファーボックスを運営されている市川さんに今日は来ていただきます。じゃあお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。失礼します。ということで、はい、じゃあゆいちゃん、なんか聞きたいことあったら。実際にどういった企業からオファーが来るのかお聞きしたいです。まずどんな企業かなんですけれども、こんな感じでばらけておりまして、業界に関しては、情報通信と建築が、ちょっと多めですが、それ以外は基本的に日本の総企業数の割合とあんまり変わんない割合になってます。なのであんまり業界による偏りはないかなっていうのはありますね。であとは、中小ベンチャーばっかりなんじゃないのって言ったところですが、オファーボックス使ってる企業の上場率でいうと 14% くらいですね。一番上の東証プライム市場に上場してる企業さんのうち 51% がオファーボックス登録してます。めっちゃ多いですね。そもそもね、上場してる企業日本にほんの一握りしかいないので割合はかなり高いかなと思います、ちなみに学歴が高いとかもしくは何か肩書きがあるとか、星くんもなんだかんだ結構キラキラな経歴っぽく見えると思うんですよね。なんかキラキラじゃない人でもいけるのかっていうのはどうですか。じゃあまず学歴っていう観点ですと、これもデータを公開していて、2019年卒の登録学生ってちょっと古いんですけど、多分割合はあまり変わってなくて、登録学生の割合がこの一番上のところ でその下がオファーの送信割合でほぼ偏ってないっていうのが分かるかなと思います。じゃあ逆にどこ見てるんですか。もうプロフィールに限るっていう感じで。プロフィールどこの、具体的にどこの部分ですか。なんか内容なのか、その思考性なのか。実はちょうど企業に、実際でもガクチカとか自己 PR のそういうネタってどこ見てるんですかっていうのを企業にアンケート取ったんですよ、で実際見てるのがこんな感じで、例えばこういう50人のサークルのリーダーやりましたとかっていう成果の派手さとか、何チーム中優勝しましたとか、そういうのを見てる企業ってめっちゃ少ないんですよ。本当はめっちゃ少ないですね。そうなんです。一番見てるでいうともう 1%2% の企業だけで、それよりかは経験の過程、それこそ課題に対してどういうふうに取り組んだかみたいなところを見るっていうのが一番見てますってところが 51% とかなので、ファーボックスのプロフィールもやっぱ経験の過程の方を見てます。で実際具体的なところで言うと、バイトの話でリーダーとかはしてなくて、もう普通に家庭教師のバイトとアパレルのバイトで生徒さんとか学生さんになんか丁寧にやりましたみたいなことがやっぱ何十通もファーもらって、ファーボックスで内定も得てるみたいなのは全然あるので、エピソードのやっぱ中身ですね、どう取り組んだかで見てます。ぶっちゃけ大手企業とかいたり、ホワイト企業とか多分いるではいると思うんですけど、高学歴にそういう企業がめっちゃ来るみたいなイメージがあるんですけど、偏りがあるってこと、なんで大手企業がわざわざオファーボックスを使うかって話なんですけど、はい、待ってても来るじゃないですか、ね、なんで使ってるんですか。待ってても来ない人取りたいんですよ。あ、なんか意外とそこにも職があること知られてないみたいなのがあったりだとか、今までのうちのカラーと違う子が欲しいんだよねみたいな、ピンポイントでこういう感じの性格の子取りたいんだよねみたいので結構オファーボックスを使っていて、なので何を勉強してきたかっていうところだったり、適性診断とかを見て、なんかこの子今うちが欲しい性格の子っぽいみたいなのでオファーしたりするので、あんまり学歴見てない。企業さん側で検索かけれるってことですよね。なんかこういう人取りたいって思ったら、こういう人に合うようなフィルターがあって探してオファーを送れるみたいな感じで。そうです、そうです。なるほど。だからこそプロフィールとかが大事ってことですね。そうですね。じゃあオファー来る人になりたいね、そう考えるとね、はい、どうやったらなれますか。とにかくプロフィール埋める
が大事ですね。オファーボックスの特徴がマジで企業も一通一通しかオファーできないんですよ。結構あえて制限設けるがオファーボックスの一番大きい特徴かなと思ってて、1通ずつしか送れないし、あとオファー通数も制限してるんですよ。1名採用につき40通まで。あ、そうなんですね。そうなんです。で、1人ずつ開いてからじゃないとオファーするボタンを押せなくて、オファーするボタンを押すとあのメール作成画面がマジで開いて、で打つみたいな。大変ですね。大変なんですよ。そうなるとやってる側の心理的にこれだけやってんだから断られたくないんですよ。できるだけ承認してほしいってなると、やっぱり何にも書いてない子よりは書いてくれてる子の方が使ってるから承認してくれそうってなります。なんで送ってもらうその心理的なところも含めてまずは埋めることが大事ですね。ちなみに何パーセントぐらいが目安なんですか？ 80% が1個の目安ですね。データで出てるところで言うと 90% 以上埋めてると平均 24.6 オーバーで、80から89の子が平均 13.6 オーバーってなっているので、満足いくオーバーもらいたいんだったらやっぱ 80% は、埋めるんじゃないかなって思います。はい、ということで最後になんですけど、市川さんが考える逆求人就活の魅力っていうところと、まあ、その中でもオファーボックスの、あの魅力、他と違うところをあの簡単にお伺いしてもいいですか？自分が知らない企業に出会えることかなと思います、ぶっちゃけ併用でいいと思ってるんですよ、逆求人サービスって、自分でエントリーしたい企業があれば絶対それは後悔しないためにやりきるべきだし、全部あの引きるべきだと思ってます。ただ言って分かんないじゃないですか、世の中どんな企業があるかとか、それを限られた期間で全部見ようってのは無理なんで、相手からこういう企業あるしあなたに向いてると思うんだけどどうっていうのが逆求人なので、まあ、そういったところが一番魅力かなと思います、でその中でオファーボックスの、まあ、いいところで言うと、まあ、やっぱりいついつ企業がやらざるを得ない仕組みになっているっていったところかなと思っているので、最初のその会いましょうっていったところの熱量がやっぱり他の逆求人さんと比べてもオファーボックスは高いんじゃないかなと私は思うので、はい、そこがいいところかなと思います。ありがとうございます。ということで、じゃあゆうちゃんちょっと使ってみたいなって気持ちになりましたか？いや、使ってみたいです。あの次の動画で実際にゆいちゃんとあと他の就活生と一緒に使っていただくっていうところもあのできたらなと思っているので、またよろしくお願いします。下の概要欄にオファーボックスさんのリンクが貼ってあるので、よかったらあのまだやってない方は登録してみてください。まあ、あとデータで見るオファーボックスみたいなところはあの市川さんの話であったと思うので、そのリンクとかも貼ってあるので、よかったら気になる方は覗いてみてください。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。